スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。あ、そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前からお兄さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメイルシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。ひひ、道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ、オイラたちが呼んでるのは。ぜっ、まあそけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば人のいるところにたどり着けるよな。そしたらまた他の人に聞こうぜ。ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。大切に。あれ、あそこの小さな滝のところで姿が消えたぞ。早く行ってみようぜ。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、違ったみたいだな。あ、見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする、もう一回あいつに聞いてみるか。はぁ、そうだな、せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちを歓迎してなくても、なんとか話してみて方向だけでも示してもらえたらいいよな。あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。あ、お前どうしたんだ、急に顔色が。え、香りでそんなに気分が悪くなったのか。でもオイラは全然平気だけど。
こんなに時間が経ったのに。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか。あ、よかった。やっと目を覚ましてくれたぜ。ここは、あ、そのお前が気を失ったんで、動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをしたと。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ。お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。うわ！コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい、師匠。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど今度またこういうことがあったら、モラを出してもらおうかな。どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時、洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば自我はちゃんと保っていたのかとか、何かを見たとか。なるほど。これ、とりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。どうして？もうしばらく彼女たちには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら、早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら僕の説明を聞いてくれれば
事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。精神状態も良いとは言えない。それでも深刻と思えないなら、これを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ？今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたら、また突然どこかで意識不明になるかもしれない。それに、ここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは、毎日時間通りに薬を飲んで。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はぁ、なんてこった。スメールに着いたばっかりで、お前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちは、オイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。まずは元気になってくれ。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でも、あれが幻覚じゃなかったら、なんだって言うんだ？お前の体質は特殊だからな。その判断を信じるぜ。でも、だったらさっき、なんでそのことをティナリに言わなかったんだ？今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだ。え？じゃあ、ティナリは、お前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか？なるほど。だからさっきは黙ってたんだな。だったら、ここで静かに休んで体を回復しながら、お前が見たものの真相を解明しようぜ。でも、直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前、何か案があるのか？おお、コレイはオイラたちに親切だし、いいかもな。明日はまず、送信やスメールの風土と気質について聞いてみよう。朝だぜ。さあ、コレイを探しに行こう。次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？まっ、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら、七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、
私に任せて。これいい。今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。ファイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？この2つの明かりは問題なし。さ、前に進もう。あ、これちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい。掃神ってどんな神なのか知らないか？それってマハルカデバータのこと？それともクラクサナリデビ？おえ、マハルカデバータ？あ、もしかして前の掃神の名前なのか？そうだよ。マハールカデバータはスメールの初代掃神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげで、みんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。その後、賢者たちが新しい創神様を見つけて彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んでスラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから、うん、あとはよく知らない。えっ、お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。その、お前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。うん、偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうって。
ていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かって、なんだか親近感が湧いたぜ。でも、なんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上、本とかもあんまり読めてなくて、ごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールッカ・デヴァータやスラサタンナ聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ？そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。きっと今回も勝つ。よく見るとこの心臓、なんだか小柄な神様だよな。これはマハールッカ・デヴァータなのか、クラクサナリデビなのか。お前はどう思う？確かに、クラは小さなって意味らしいもんな。この心臓の姿は、クラクサナリデビの名前にふさわしいぜ。まあ、いっか。きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。よし、次は…あ、待てよ、今のはなんだ？オイラの気のせいか？うわ、見たぞ。小さくて丸くて野菜っぽい小さいやつ。びっくりしたぜ。今のが何なのか後で聞いてみないとな。さあ、まずはこっちの仕事を終わらせよう。オイラが飛んで上の方を吹くから、お前は下の方を吹いてくれ。
心臓も綺麗になったし、降りてコレイと合流しようぜ。登ったり降りたり大変だっただろう。ここでしばらく休憩しよう。これいい。近くで小さくて植物っぽい生き物を見なかったか？植物っぽい生き物？師匠ならきっと植物も生き物だって答えてくれると思うけど。それは不思議だな。まるで子供たちがよく言う空想の生き物みたいだ。今度みんなに聞いておいてやるよ。ところでお腹空いてないか？水と食べ物を持ってきたんだ。やったー、どんな美味しいものだ。いいじゃないか、コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。うっ、やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はぁ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。ひひ、お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもティナリは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに誰にだってうっかりすることくらいあるんだ。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れてほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、教令院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、教令院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だろ？でもその手紙を読んだ賢者様はきっと怒ったと思う。教令院にだって行けたはずなのに師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日気を失ったお前を見つけた後、
あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。んー、けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だ、あ、ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おいお前、笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んだ。コレイ、その、ごめん、オイラそんなつもりじゃ。は、私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。コレイ、どうしたんだ、大丈夫？うん、平気だ、もう大丈夫。本当にごめんなさい、びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ、これ大丈夫かな。あ、足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。あ、旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは、コレイを見かけなかったか。コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みたいだな。また明日にしようぜ。